コメントをしてくれー。はい、どうもシェモでーす。今回なんですけど、皆さん、ちょっと僕はミスをしてしまいました。録画ミスをしてしまいました。なので前回ね、コメントが来てたと思うんですけど、黄昏の森に行くっていうのと、前回の動画で言ったフィルでこの間作った爆破した土地をね、埋めていくっていう作業をやってしまったんでね、どんどん紹介していきます。で、まあこれが黄昏の森のゲートです。で、黄昏の森って取ってきたホタルです。じゃあ早速ね、見ていこうと思います。じゃあ行きます。 3,2,1。 これです。あー、表示チャンクが使って映りきんないけど、こんな感じです。すごくない？フィル、待って、なんか穴開いてる、なんか爆発したところ穴開いてる。ちょっと一旦水使って降りようかな。待って、黄昏の森にね、行こうと思います。じゃあダイヤ装備整えて、これでいいかな。一旦この装備で黄昏の森行ってきます。ナーガは倒せるかな。お、開きました、黄昏の森。こんな感じです。黄昏の森ね、やんの久しぶりだからちょっと忘れちゃったけど、思った。あ、早速羊がいます。羊です。おらおら、どうしようかな。ハゲ、オッケー、ウェイトポイント平地。おナーガの巣見つけました。おー、来た、ナーガいた。待って、いておらおら、うわ、強いのかな、ナーガ。おら、あ、ダメージ入ってる。待って、痛いよ。ダイヤ装備強いな、やっぱ。おらおら、暗い。待って。長く待って。長く待って。待ってよ。待って、やばい。抜けくって。いや、まあここはあえて余裕を見せるためにツルハス使って。あ、ツルハスでもわりかしいける。もうここからツルハスだな。いける。あ、待って、今気づいたわ。体力減れば尻尾短くなってる。あ、この長がかわいい。でも、グッバイ。オッケー。はかりを均等にするときだ。来ました。はかりを均等にするときだ。お、ナーガトロフィー、ナーガの鱗。オッケー、じゃあ、ナーガ倒しました。イエーイ。じゃあね、ナーガの鱗でなんかが作れた気がする、気がしなくもないから、で、ナーガの鱗から装備が作れた気がしな、作れ。待って、ある。あった、作れる。オッケー。ナーガ系は2つかな。おー、ナーガの、なんて読むのこれ、甲冑士、違うな。うわ、あー、もう本当にやだ。採掘速度低下とかマジでやばい。じゃあ、まあ一旦今回はこれでナーガを倒したってことで終わりでしたいと思いますね。ぜひ皆さん、コメントと高評価とチャンネル登録と通知オンよろしくお願いします。じゃあ、みんな最後まで見てくれてありがとう。バイバーイって言っても遅いなー。